平野紫耀、ハイ部遺跡を断念し、飛べでの音楽活動に参加。ソロ活動を希望し、条件面で折り合いがつかなかった可能性も、滝沢秀明氏の新会社飛べのもと、SNS 上でファンに向けて情報発信を続けている元キングピンス以下、キンプリの平野紫耀と神宮寺優太。 二人は世界進出の実現のためジャニーズ事務所を離れたが音楽活動に関しては未だ動きは見せていない。しかし一方で7月7日の飛べ合流発表の直前まで平野に関しては全く別の進路が残されていたようだ。今年5月22日にキンプリを脱退しジャニーズを退場した平野。 同時期以前から業界内外で噂されていたのは、そこまで深い交流があったわけではない滝沢氏との合流ではなく、BTS らが所属する韓国の大手プロ、ハイブ、ハイブへの電撃遺跡説だった。具体的な話こそ出ていませんでしたが実際にハイブへの名前を挙げて報じる週刊誌は複数あり、かなり現実味のある話でした。 しかし6月下旬、週刊女性、主婦と生活者が突如、平野人宮児の飛べ合流を断定的に報じ、翌月には同社の公式 YouTube チャンネルで正式発表が行われましたスポーツ紙。ハイブトップの可能性、平野仕用のソロアーティスト活動を期待していたハイブ、しかし、飛べ入りが決定したのは、 平野がジャニーズを退場した後のことで、まさに急転直下の展開だったと言えるだろう。しかし当時の平野には、飛べだけでなく、背部への移籍も選択肢にあり、交渉のテーブルにもついていたのだという。平野の移籍については背部内ちでもごく少数の関係者だけでごく日浦に勧められていたようです。 結果的に平野はハイブを受けて滝沢氏を選んだわけですが、その理由は彼が個人ではなくグループでの活動を希望した結果だと言われています。広告代理店関係者。ハイブ側は平野に対し、グループの一員ではなくソロアーティストとしての活動を期待していたものの、条件面で折り合いがつかなかったようだ。飛べでの未来。 平野と共に戸部で再始動した神宮寺だけでなく、9月末の退場が決定している岸優太もまた、年内には戸部入りすることが確実視されている。現状、平野と神宮寺の活動が SNS の更新しかないのも、騎士の退場を待ってから本格始動するためなんです。 この三人での音楽活動が来年以降の飛べの核となるはずですし、平野にとってもこの形がベストだと判断しているのでしょう。どうハイブと飛べ、どちらに転んでも5人でのグループ活動は果たされなかったこととなるが、この決断が正しかったのかどうか、来年以降の本格始動を待ちたい。平野市要がハイブ遺跡を蹴り、 飛べでの音楽活動に参加した背後には、ソロアーキストとしての活動を希望し、条件に合致しなかった可能性が浮かび上がります。背部をと,とべ、どちらに進むにせよ、彼の新たな音楽活動が期待される中、来年以降の展開が注目されます。